こんにちは。今回取り上げるのは山帽子の剪定ですが、庭木として扱うにはモミジよりも難しいと私が思っている樹種の一つです。個人的にはとても好きな木で、造園でも頻繁に使ってきましたが、もともと10メートルもの大木になる木ですから、庭の中で長年その樹形を保つことは非常に難しく、切れば切るほど柔らかさが失われていきます。そんなわけで、まだ自分でもこれという明確な剪定方法を確立したわけではないのですけれども、少しでも自然樹形に近づけながらゴツゴツした木にならないよう柔らかく仕上げるコツだけご伝授できればと思い、動画をアップすることにしました。まず1例目は16年前に造園した庭にある山帽子です。成長を抑制するために石積みで植栽マスを作りましたが、思い通りにはいきませんでした。やはりどうしても大きくなってしまいます。植えてから16年目の手入れです。葉っぱに斑点が出ているのは炭疽病ではないかと思います。これは先日動画でご紹介したイロハモミジです。メジロの巣でしょうかね。もう使われていないようです。それでは剪定してまいります。切り詰める場合は必ず芽か小枝を残して切ります。この時期ですから葉っぱを落としながらの作業となります。モミジと同じですが、なるべく鈍角な枝分かれを作らないようにします。鋭角な二股を選択できない場合は緩やかなジグザグで逃げます。方向の良い小枝だけを残し、密集している小枝を整理します。枯葉を払いながら内向きに生えている逆さ枝などを切り取ります。後でまたお話ししますが、何が何でもどこかを切ってやろうなどと考えてはいけません。切るところを迷うようなら切らない方がマシです。建物や通路に支障がある場合は小さくしなければならないので、適当な小枝に切り戻します。枝先は切り詰めません。邪魔な部分の枝を途中で切るようなことはしてはいけません。枝先を切ればその瞬間から自然樹形は失われ、
その後、そこから枝分かれしても不自然さは絶対に消えません。立ち枝や逆さ枝はどんなに細いものであってもきちんと付け根で切り取ります。強すぎる枝は樹勢を抑えるために小枝に切り戻します。この場合のように強い枝を切ったがために鈍角な枝分かれになってしまった場合は、その隣の枝で角度を調整します。ここのような鈍角な枝分かれが生じていた場合は解消しておきます。
方向の悪い小枝を見落として放置してしまうと、このような立派な忌み枝になってしまいます。枝先ばかりに気を取られていると、再びこの忌み枝をそのままにしてしまい、枝の流れを悪くしてしまいます。この赤で示した逆さ枝は枝先をいじってもどうにもなりません。緑で示した枝の流れを優先して冷静に処理しましょう。こうするしかありませんよね。同じ枝先を何年も使い回ししていると、次第にコブのようにごつくなり、それも自然樹形を乱します。そこよりも下の段に若くて方向の良い枝が吹いてきたら、すかさずそこに切り戻して更新を図りましょう。これはもう自然に任せて辛抱強く待つしかありません。焦って枝を寸胴切りして新しい枝を何本も吹かしたとしても、将来その中で使える枝は一本もありません。この枝分かれはなしですよね。いつも申し上げていますが、迷ったら切らないというのが剪定の極意です。切れば切るほど自然樹形は乱れ、無駄な枝数が増えるばかりです。自由に大きくさせることはできないので、結局どこかで切らせてもらうしかないのですが、枝の途中切りだけはやめましょう。その後が見苦しいばかりか、余計なハサミが増えるだけです。山帽子についてはもう少し考察したいので、別の例でまた動画を作りたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。